皆さんこんばんは、ペリオディスタ小澤です。今回は、スペインバレンシア在住、もう10年以上ですね、11年になるのかな、個人分析官もされている尾崎剛さんに来ていただきました。尾崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。黒いね。そうですね、この夏日本で、はい、黒くなってスペインに帰ります。まあ、間もなく、高川学園の動画もアップできると思うんですけども、まあ、ずっとね、高川学園の外部コーチも務めらってらっしゃるので、この夏のインターハイも、外部コーチとして帯同されてということですが、まあ、大変でしょう、この日本の夏。まあ、特にインターハイとかはね、今、ちょうどこのタイミングで第7波とかも来てるので、いろいろ大変でしたか。はい、そうですね。まあ、トレーニング以前の問題をかなりクリアしないといけないところが、気を使った部分が結構あったので、うん、まあ、トレーニングもしっかりしないといけないし、他の部分もめちゃめちゃ気をつかないといけないしというところで、結構、うん、難しいところあったと思います。はい。なるほど。今日は、尾崎さんの、まあ、個人分析官としての活動、それから、まあ、ちょうど、来週の18日の木曜日に、新横浜で分析のセミナーを、まあ、本邦初公開という形で、初めてちょっと一部明かしていただくという形のセミナーを予定しているので、その話も聞かせていただくんですけれども、はい、尾崎さん、今現在は、その個人分析官という活動、どのように、まあ、なかなか表に出てこない、ね、こう職業であり、どんなことやってんのかなって興味ある人も多いと思うんですけど、どんな仕事内容なんでしょうか。はい、そうですね、個人分析官は、まあ、プロのプロフェッショナルで、サッカーをされている選手に対してですね、まあ、チームとは別の視点でですね、その選手だけにフォーカスして、まあ癖だったりとか、自分で気づいていない癖だったりとか、もしくはチームとして、誰とどうした方がいいよだったりとか、うん、こういう選手、隣にいる選手、こういう選手だから、こういう組み方もあるんじゃないかな、とか、っていうところで、少しですね、まあ、少しというか、かなり個人に特化したところでお話をさせていただくという内容なところになります。うんうんうん、まあそういう中で言うと、まあなかなかチームの領域、チーム戦術は監督が決めることでね、尾崎さんの場合はチームの中に入ってるわけではないので、まあそこには踏み込まず、はい、基本的には例えばサッカーの原理原則とか、まあそういうちょっと教科書的なこう内容を、はい、まあ選手の頭を鍛えて、そういうことを植え付けていくというイメージなんですか。そうですね。まずはベースがで原理原則のところ 80% で、あとの 20% のところは、まあ、基本的には会話ベースでお話をさせていただくことが多くてですね、うん、この瞬間、このタイミングで何を見てましたか、何を考えてましたか、どういう気持ちでしたか、っていうところをお伺いして、うん、で、それに対してプレーがどうだったか、っていうところの紐付けをしていく感じです。なので感情が、そのタイミングでどういった感情を持ったのかってすごくプレーにとっては重要で、うん、不安だったのか、不安に思ったのか、プレスをすごく感じてたのか、っていうところをまずお伺いして、うん、それはじゃあプレスをいっぱい感じてたのはなぜ、ちょっと不安になったのはなぜなのかっていうところの紐解きを映像を見ながら、うん、あ、この時こういうプレーをすると、この選手は不安に感じたりとか、ちょっとプレーがずれてしまったりとかっていうところの感情とプレーのつながりっていうところをすごく大事に、僕はさせていただいて分析をしているかなというところになります。もちろん原則のところはベースとして持ちますね。うん、はい。ちょっと改めてそのチームとしてのアナリストとその個人分析官との違いを分かりやすく言うとどうなりますか。そうですね、チーム全体は本当もうほぼ個人が見れないですね、僕自身は、うん、はい、すごくちっこくちっこくしてもグループ、すごくもっと言ってもコンビネーションぐらいのところまでしか見るところができなくて、というのも一週間で生きている世界ですので、うん、その中でじゃあ11人にフォーカスして、さらに、サブのメンバーにフォーカスしてってなってくると、もうマンパワーは絶対足りないですし、その中で、じゃあ、チームとしてのパフォーマンス、チームとして勝つことが大前提になるので、チーム分析になってくると。じゃあ、チームをグループ一つの有機体と見て、うん、じゃあ、どういうふうな動き方をさせていくと、相手にとって嫌な攻撃になるか、相手にとって嫌な守備になるか、どこに誰が立ってるといいか、っていうような、ちょっとマクロの世界、見ていかなければいけないんですけれども、個人分析になると、例えば足の運び方だったりとか、日本ではなかなかテクニックと定義されないんですけど、うん、ボールがないところでの守備の仕方だったりとか、ボールがないところでの攻撃の仕方だったりとか、それがテクニックとして実はあったりするので、そういったところに少しフォーカスしてあげて、あ、このタイミングで相手が動き出そうとするタイミングで、どうしたらいいよと、もっと詳しくは、
選手の動き方によるんですけど、こうしといた方が良かったんだったり。っていうところを少しチームとして見れない部分、もっとミクロの世界に落ちていって、見てあげるのが個人分析になってくると思います。そういう、個人分析のフレームっていうのは、まあ、セミナーで詳しくね、こう、明かしていただくことになると思いますけども、まあ、この動画で言えるとしたら、どういうフレームワークをお使いになってるんですか？基本的には、チームの分析と、の大きな大枠がサッカーとしてあるんですけど、それを、例えば、攻撃のポジションっていうところだったら、それをポジションの時、皆さん多分分かりやすいというか、体の向きだったりとか、知覚の部分でどのタイミングで首を振っているかだったりとか、首を振ってるけどその時に何を知覚していたかだったりとかっていうところのよりミクロの部分です。例えばセンタリングの守備だったりの時も体の向きだったりとか見えているもの、腕の使い方、体の入れ方、肩の入れ方、腰の入れ方、足の入れ方だったりとかですね、そのタイミングっていうところを細かくフォーカスしながら、じゃあこのタイミング、ここにボールがある時に、センタリングの深い位置にボールがある時の体の向き、ペナルティエリアの真ん中にあるときの体の向き、相手が逆足で上げるときのブロックだったりとかですね。かなり細かくゾーン別だったりとか、そのテクニック別で、状況別で定義をして、それに対して選手にこういうときはこうの方がいいよ、なぜならばっていう話をさせていただく。で、彼らが痛みを感じてないと、やっぱ聞いてくれない、問題を抱えてないと聞いてくれないので、だいたい問題があった、状況、失敗した、頭上から叩かれた状況を見て、ここ痛かったよねと、悔しいよねと、じゃあどう対応してみたらいいかもしれないねという話をさせていく。そんな感じです。そういう、こう細かな定義とか、まあ、体の向き、ポジショニングっていうのは、例えばスペインの、まあ、尾崎さんの場合はレベル2まで指導者ライセンスをお持ちですけど、スペインのそういう指導者学校なんかでも、そういう教科書的にそんな定義されてるもんなんですか？されてないですね。これはされてないです。ただ、大枠は教えていただいているので、そのテクニック項目だったりとか、戦術項目に対して、僕らは、僕、去年シーズン、まあ、日本で言うと今年なんですけど、大学院の方に、メソッドの大学院の方に、ちょっと所属してましたので、論文等々にアクセスする権利があったので、まあ、そのテクニック別で、論文を読みに行って、で、どう、じゃあ結果どうなってたか、体の動かし方どうなってたか、どういう結果が出ているか、センタリングに対してどういう体の向きの時、どういう確率があったか、どのポジションで勝ったかっていうのが、サッカーってやっぱ、いろいろビジネスになってるところもあるので、論文もいっぱい出てるので、そういったところに当たっていって、じゃあこの確率が高いから、こっちの方がいいんじゃないかと。まあ、それがその選手に当たるかどうかわからないですけれども、まあ、こっちの方がいいって出てるから、やってみないっていうような提案になってくるな、というふうになってます。そっか。今、ちなみに、その個人分析官の活動は何年ぐらいやられてるんですか？何年になりますかね。ちょうど会やらせていただいたのが、多分4、5年前です。4年前ぐらいですかね。そこから、まあ、選手の口コミもあってかなり広がってると思うんですけど、今までプロ選手で言うと何名ぐらい実際に対応されたんですか？14、5、6あたりは、やらせていただいて、任務の選手たちには対応させていただいたかな。まあ、そういう中で基本的にもういいですみたいなことは言われずにやってくださいばっかりじゃないですか、尾崎さんの場合。会う方も会わない方もいらっしゃるんで、まあ、ね、それぞれだと思います。なかなかいいみたいですね。まあ、そういう中で一人ね、まあ、なかなか選手の名前挙げられないんで、我々も。まあ、ただ、今回ね、こう、我々のあれの通り所属ってこともあって、許可を得て、名古屋所属の仙頭啓也選手の、ちょっとね、話を実際にセミナーでも多少使わせていただいたりとか、まあ、今回僕も、この収録の前に仙頭君に話聞いたんですけども、相当、まあ、効果を感じてるようで、まあ、初回から、まあ、トライアルで受けた時から、どんだけ自分のことを知ってるんだ、見てるんだっていうぐらいにびっくりしたとおっしゃってましたけど、やっぱその辺は、こう、まあ、やっぱ彼みたいな選手、要するにもっと自分で向上心持って、まあ、その頭のレベルは何歳になっても上げられるわけじゃないですか。だから、まあ、彼なんかは、ね、意外だったんですけど、感覚的にやってた時もあったけれども、やっぱプロになってからよりいろんなクラブ渡り歩いて、いろんな監督のもとでやるようになって、戦術的なレベルを上げることの重要性に気づいたと。まあ、その一環として、まあ、そういう尾崎さんのプレー分析も受けた
受けたいと思ったというような話でしたけども、実際にやってみての尾崎さん、そのレクチャーする側、フィードバックする側としての仙道選手、どうですか、今やってみて。いや、これがやっぱ、選手に僕も学ばせていただいていることっていっぱいあって、やっぱ、なんか難しいんですけど、J1 と J3 の選手の違いってすごく大きくてですね、仙道選手はやっぱりトップの方にいる選手なんですけど、自分のプレーを、やっぱ感情とかその場面とつなげられる選手なんですよ。で、これは本当に、やっぱ J1 とかトップにいる選手って本当にすごいなと思うんですけど、その状況を、僕の分析するのって大体3試合分とかをまとめさせていただくんですけど、要は3試合分っていうことは3週間前もしくは4週間前の映像になるわけですよね。でも克明にその瞬間を彼らは覚えてるんですよ。で、その瞬間に何を見てたか何を考えてたかをちゃんと伝えてくれるんですよ。これは本当にすごいなと思って、自分が現役の時とか監督やってても絶対覚えてないんですよ。瞬間に毎週毎週にこどんどんう、追われていって。新しいフェーズ、局面が対面しなきゃいけないもんね。でも彼らはそれをちゃんと、まあ特に仙道選手ですけど、覚えていて、この時はこう思ったんですよ。だからっていう話を構築できるんですよね。もうそれがすごい、僕自身もすごい楽しくて。なので、選手と話してるときも、本当は1時間とか1時間30分で本当はおらしちゃえばいいんですけど、2時間とか喋ってしまって、本当、時間を奪ってしまうんですけど、なんかそう言って、こう、やりとりの中で、お互いに、この選手はこういう選手なんだ、こういうタイプの選手なんだ、こういう時にこういう考える選手なんだっていうのをお話しさせていただけるので、要は次の段階、2回目になった時に、僕は彼の頭の中を大体こう、わかるような、彼のことはこの時こういうふうに考えるんじゃないかな。なだるほからこのプレーをしたと。だからこそ、ここのプレーをこうして考えなきゃいけないんだろうな、みたいなところが、要は、回を重ねるごとに深まっていくんですよね。なので、こっちの精度も上がりながら、お話ができて、彼もさらに多分考えてなかった部分をちょっと付け足して話をしてくるので、さらにまた話が広がっていくっていうところがあって、もう楽しいです。本当単純に、J1、J1 の選手というと J3 のやってる選手があれですけど、やっぱ、ちょっとやっぱ違いを感じるぐらい、先頭選手はすごい、お話が上手というか、ちゃんと頭の中で考えられて、プレーをされているか、記憶に残ってる選手だというのは、本当に感じました。僕もまあ去年21年の5月かな、まあ、まだ鳥栖時代の、まあ、彼の初めてのその尾崎さんのプレー分析、トライアルだったと思うんですけども、ちょっと拝見映像して、いやすごいなと思って、いきなりいろんな、ね、聞かれて、普通はちょっとわからないこととか、サッカーの原理原則、いくら J1 のトッププレイヤーでも、本当に抜ける、まあ、今までそういう、ね、ことを教えてもらったこともないと思うので。こう、わかりませんとかっていうのかなと思ったら、結構どの局面でもしっかり自分の意見考え、何考えてたか、何見てたかっていうのを言えるなっていうのは、すごいなと思ったんですけど、やっぱその辺は、尾崎さんも感じましたか？初い回やかいら。や、もう、ちょっと本当に鳥肌立つぐらいすごいと思いました。もうなんか、すごいな、トッププロって思わせてくれる。本当にそのレベルでしたね。あとは、そのやっぱトップレベルの選手ほど、尾崎さんの例えばプレー分析やりました。で、自分の自チームでの練習でちょっと意識して、意識的に改善を試みます。で、2回目、3回目、次の回になった時に、もう劇的にすぐ変えられるわけじゃないですか。だからそうやってなんか、まあもちろん、こう、知識を新たに得たのはわかるんだけど、それをなんか自分の体使ってすぐに状況として改善できるのは、やっぱりトッププロアスリートの凄さですかね。いや、そうですね。だから、またこの言い方もあれなんですけど、やっぱ上の選手は改善が、PDCA のサイクルがめちゃめちゃ早いです。なので、僕は一応僕も課題シートっていうのを選手に渡させていただいて、Excel で1回ずつの回に対して課題をこう、列挙させていただいて、それが回数をクリアするごとに、改善してるかしてないかっていうシートを作ってるんですけれども、やっぱ、トッププロは改善が早いです。で、僕らの分析官って結局、分析して教えるというか、気づいてもらうところまでしかできなくて、改善はチームでやんなきゃいけないし、個人でやんなきゃいけない部分で、それはかなり、僕らが入れない領域になってしまうので、どうしてもチームの人間ではないので、本当に本人に任されるところ、やって満足する選手ももちろんいましたし、その後改善につながらなかった選手もいますけれども、やっぱやる選手は改善が早くなっていく。それはやっぱ J1 とか J2 上に上がるほどそのレベルが高いというか、確率が高いってなってくると、J1 の
賢い選手、ちゃんと改善する選手は、グリ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 って上手くなってるんですよ。でも、それをやれない選手は、やっぱり、ちょこちょこちょこっとしか改善をしていかないっていうと、上の人たちがより上手くなっていくっていう現象は、僕の中でもこの、本当4、5年で、あ、そこかっていう、自分で意識して改善できる選手がやっぱりいて、さらにそれを求めるから、さらにこう上がっていくっていう、このなんていうんですかね、このパーソナリティの違いっていうのは、個人の分析をしてるからこそ分かった部分かなっていうふうには思いました。やっぱり尾崎さんから見てても、まあ、仙人君なんかは、まあ、今年28歳になる選手だけど、まあ、J1 であれだけのキャリアあるんだけど、やっぱり選手の頭って、どんどん、まあ、今まで教わってなかったこともあるから、吸収が早いっていうのもね、今、スポンジのようにいろんな知識を得て吸収してるっていう面はあるんでしょうけど、やっぱりこう、意欲的に向上心持ってサッカー学べば、どの年齢でもやっぱりサッカー選手はレベルアップできるっていうのは感じてますか？もう間違いないと思います。間違いないと思います。しかも我々教える側も新しい情報をもちろん引き入れて、年々改善されているものを一応学びながら、お伝えさせることができます。要はサッカーが変化しながら、我々も変化しながら、選手も変化しながらなので、やっぱり、何歳になっても、もう本当日ごとに成長して、サッカーは成長していっているので、それにつれて選手も、何歳になろうが勉強することは必ずあるので、それを吸収しに来るのか来ないのか。その違いによってかなり成長速度は変わると思います。まあ、今回そういう実際の事例とかね、まあ、やり取りしているような映像も多分セミナーで見せていただきながらセミナー開催されるとは思うんですけども、どういうこうセミナーにしようと、で、どういう人にこのセミナーに来てほしいですか？そうですね。僕としては、まずは指導者の方に、見ていただきたいなと。これ、ちょっとセミナーでも話す内容にはちょっと引っかかってくるんですけど、ヨーロッパはもう、チーム戦術の話は、大体終わりかけてます。おお、そうなんっていだ。うところがあって、チーム戦術の話はもうベースになり始めて、もうみんなそ知っれがてるよもうね。当たり前だから、そんなことはもういちいち話さないってこと？そうです。そうなでるす。もうみんなベースでしょと。知ってるほど。でしょと。じゃあ次の段階に進まなきゃいけないんじゃないかなって言って、そこに対して元をし始めてます。もうそれに対してデータを集めてます。という状況になりつつあります。その差、ちょっとそれはまた次の話しますけど。っていう状況になりつつある中で、ちょっと最新としてヨーロッパの流れとしてこういう流れが来ているというのを指導者に知っていただいて、まずはその世界がどうリーチしているとか伸びているっていうところをまず感じていただいて、じゃあそのために我々は何をしなきゃいけないんだろうっていうところの、問題提起をさせていただきながら、じゃあそれをどう改善していくのっていうところを少しだけですけど、ちょっと時間が短いので全ては喋れないですけれども、少し話させていただいて、皆さんに対してこう、僕答えは出せないので、皆さんに疑問を何個か心の中に残しながら、お帰りいただくような会にしたいなというふうに思っています。まあ、あとは指導者じゃなくても、まあ、僕もね、こう今までいろんな選手のプレ分析、立ち会わせていただいて、立ち会うだけで、あるいは仙人選手のね、やったズームの録音した映像を見るだけでも勉強になったんだけど、純粋にサッカーファンであったりとか、まあ、サッカーのそうですね。子供を持つ保護者であったりとか、まあ、とにかくサッカーの理解とか戦術理解を高めたい、深めたいっていう人にも分かる内容になりますか？もちろん、そのように努めますし、できるだけ、多分来ていただけると、サッカーの見方がよりちょっと、今までマクロでギュッと見てたのが、ちょっとだけフォーカスして、あの選手これやってるけど、もしかしたら、みたいなところが、に気づけるようになったりとか、プレイしてるサッカー選手本人も、あ、もしかしたらここってって思えるような、ちょっとなんかこう、少しずつ、なんかこうですね、ヒントみたいなところを皆さんにこうお配りできたらなというふうに思います。まあ、実際、こう、尾崎さんが普段やってるような選手からも、僕のところに、尾崎さんのセミナー行きたいですって 手が上がったぐらいだから、やっぱ相当そういう尾崎さんのプレー分析の機会を待ち望んでる選手が多いんだろうね。いやいや、そんな、ありがたいです。すいません。
なので、まあ、なかなかね、こう、表に、まあね、全部が全部出せるわけではないので、まあ、特に、こういう YouTube も含めて、動画にするとかっていうと、まあ、そういう映像の権利とかもあるので、まあ、かなり限定的なものになりますけども、まあ、セミナーの場合は話も含めて、まあ、できる限りオープンにしていただけるんで、まあ、出せる選手に関しても確認取って出すっていうことなので、まあ、そういう意味では、セミナーに来ていただけないと、逆に言うと知れない内容満載ってことでもありますか。あ、そうですね。クローズな内容も多分あると思いますので、はい。ぜひぜひ、足を運んでいただければ嬉しいなというふうに思いあと、ちなみに個人分析以外でも、やっぱりその多賀学園の取り組みとか、チームに対する指導者としてのアプローチの話もしていただけるってことですか？そうですね。幸運なことに高川学園の映像は使わせていただけるということになりましたので、しかも、幸運なことに前回ベスト4まで行かせていただいたので、その内容だったりとか、その時に何を考えていた、どういうことをやってたっていうのは、系統として皆さんにお伝えできればなというふうには思ってます。はい。ちなみにヨーロッパだと結構そのトップレベルの選手が、まあ、パーソナルなアナリスト分析官つけるっていうのはかなりスタンダードになりつつあるなって印象あるんですけど、尾崎さんもその辺は実感してますか？もうプロだけじゃないです。育成年代でも。育成年代に落ちてきているのがなるほ20ど。歳で、僕が知ってる限りだと、10歳についてます。おお、すごいね。そんな時代になっちゃってるんだ。はい。まあじいいゃあ、のか悪いのか、全く別問まあ題まあとそうしだて、ね。でもまあそういそう流こかれがら来サッて。カーの理解とか、ね、そういう戦術的な取り組みをするっていうのも、まあ確かに大事かもしれないよね。例えば、銭そ湯うですね。選手に話聞いたときにも、やっぱ若いうちにこういう取り組みとか、戦術的なことをもっとしてたら、感覚的にやってるだけじゃなかったら、またね、こう違う自分だったかもしれないし、逆にプロになってから戦術的にね、取り組んだから今、長続きしてる自分もあるみたいな話はされてたんで、やっぱりよりこれからのサッカーはそういうことが重要になってきますかね。そうですね。ベースになると思います。それがベースでっていう話になってくるはずなので、そこに早くたどり着いた人の方が、より成長できますし、より自分への気づきが増えると思います。はい。まあそういう、まあチームに対しても個人に対してもね、アプローチできるっていう、まあなかなかそこは尾崎さんならではの能力かなと思うんですけど、まあサッカー知ってないとなかなかできないと思うし、まあその辺はね、まあでも今後日本でも間違いなく増えていくことだと思いますんで、ね、そういう先駆けとして、そのセミナーに出ていただいて、あとはまあ尾崎さん、そのご自身でもホームページ持ちながら、そういう今やってる活動も徐々に日本サッカーのために広めていくっていう方向性はお持ちだってことですよね。はい、そうですね。できれば、若い人たちに興味を持っていただくような、活動にできればなというふうに思ってます。はい。じゃあ、まあ、そういうところも含めて、いろいろね、8月18日にセミナー、まあ、概要欄に、リンク貼っておきますので、興味のある方は、ぜひ、まあ、いろいろになりますけれども、ぜひ聞いていただいて、直接やっぱり聞くのとね、こう、全然違うと思うので、聞いていただいてというところで、ご案内となりました。今日は、尾崎さん、お忙しいのがもう真っ黒でね、もう毎日起動して炎天下なんで、本当倒れないように気をつけてくださいね。18 あ日、りちがゃんとうとござい健康で来てくださいよ。ます。はい、もちろんです。はい、ありがとうごありざいがとうまございす。ました。ありがとうございました。